山崎亜美のうるりこイケボってやつです。気づいてましたよ一回ねちょっと前にやったんです。あ、本当ですか。男性 DJ って言ってました。男性 DJ CDJ じゃないですはい、エピソード35の B 面です。女子はジャガメガネです。ジャガメガネですよよ聞きづら皆さん ご機嫌いかがご機嫌いかがアゲイン、これ今の分かんないでしょ。分かんない。あの音声ムーブメントとしてスネークマンショーというのをご存知ですか。分かんないです。今度このうるりこでスネークマンショートリビュート企画やりたいぐらいですよ。そうなんですね。はい、お聞きになっている方でご存知の方はもうたまらないのではないでしょうか。そうなんだ。はい、はい素っ気ないと今ここに書いてもいいですか書き初めで素っ気ないって書いてです。そうですか、わかりましたはい、はい、ではやっていきます。はい、お悩みぺったんこぺったんぺったん。はい、はい、ということでお悩みいただいてます X ネームテラさんからいただきました。 X ネームって言ってるんですね、ちゃんと。そうなんですよ、はい、ついてきてくださいね。やだよやだよ医師として仕事をしていますが、やることが多くて忙しい日もあったり、家族間で考えが違ったりして大変なことがありますが、このような時に気持ちを楽にする方法があればぜひ教えていただきたいです。お医者さん、これは難しいな。もうまずお医者さんのことがわからないから。わかんないでもこれジャガメガネさんの方が気持ちわかりそうですよね。なんでご家族持たれてて。あ、そういう話で、うん、あ、家族間の考えが。そう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 。そんなだって、まあその家族皆さんいたりするじゃないですか。そのへえ、家族間で考えが、やることが、あ、だから家族を構ってあげられないということじゃないですか、多分。とかそういう、ね、時間が合わないとか。でしかも家族で考え方が違ったりする。うん、だから想像ですけど、そのお子さんとかがいて。うん、一緒に遊んであげられる時間もなくてとかですかね。で緊急で病院から呼び出されたら行かなきゃいけないしみたいな、という方のお医者様かな。どうなんだろう、どの分野のドクターかわからないですけども、ね、いや、この家族間の考えの違いもいろんなジャンルがありますからね。そうですよね、うん、このちょっと短い ツイートじゃないポストなんていうんですか今気持ちを楽にする方法があれば気持ちを楽にする方法が一番あれなんでしょうか、うん、必要なんでしょうか。なんだろうな、気持ち楽にするのか。これはですね、話が映画に脱線してもいいなら喋りますけど。何ですか、亜美さん、なんか喋ることありますか。気持ち楽にする方法、うん、知りたい逆に何だろう。そうですよね、でも常に気持ち楽だからな。おお、いいですね。ぜひうるりこを聞いてください。あ、出た一度その魔法をですね、大倉さんが思いついたことがあってですね、それだってそれですね、誰も思いつかなかったよ、はい、それから月目はミュージロクを聞いてください、はい、そしていただいて、はい、まあ、私からちょっとだけじゃあ言いますけど、はい、うん、この一本映画をおすすめさせていただきます、はい、数年前の日本の映画ですけども、うん、友達のパパが好きという映画がございます。岸由紀乃さんが主演なんですけれども、はい、山内健司さんという私の大好きなですね、もともとは CM の超売れっ子ディレクターだったんですけども、40歳を超えてから演劇の道に入って劇作家演出家になられてですね、まあ、今も年に1回ぐらいは東京で主に公演をして必ず見に行くんですけども、はい、もうとにかく会話とか間の面白さが、まあ、絶妙すぎて大好きすぎちゃう白ヤギの会というのをやっている方なんですけども、はいはい、この方がいくつか映画を撮ってましてですね、その中の一本友達のパパが好きというのがあります。で大学生の岸由紀乃さんが確かいてですね、うん、でお父さんが吹越満さんなんです、はい、それでその岸由紀乃さんの友達が女の子が告白してくるわけです、岸井さんに、うん、だから岸井さんの演じてる役のお父さんのことが好きですって、本気で好きですっていうふうに言うわけです、ね、あなたのパパが好きですって。そうなんです、そこからですね、はい、まあ、いろいろてんやわんやが湧き起こっていくわけなんですけれども、はい、まあ、一つには、まあ、その吹越さん、好きになられちゃう吹越さんもですね、うん、不倫相手がいたりとかですね、なるほどそして、この好きだと言っている女の子がもともと付き合ってたんだか教師がいたりしてですね、はいはい、いろいろめんどくさいわけなんですけども、うん、でそういうの中で人間模様が描かれていて、この映画はですねワンシーンワンカットで進んでいきますね。ワンシーンの間はカメラ割りがない、だからこう
ぐーっとつながっているわけなんですね、はいはい、その緊張感とか面白さがですね、そのもう本当に楽しい面白い映画なんでおすすめします、うん、でこの映画の時にですね、山内健司さん監督に私は取材をしたんですけれども、はい、そしたら山内さんがこんなことを言っちゃった。やっぱり人間ってみんな一つのことに 100% の集中はできない、うん、つまりなんかいろんな事情をみんな抱えてて、うん、いろんな雑用も抱えてて、 その中で、あ、これも大事だけどこっちもあるしなっていうことで、うん、100% の力は注げないものだなと、はいはいはい、いうことなんですね、うん、なんだけどこの吹越さんを好きになってしまうこの女の子だけは 100% の力を、うん、この吹越さんが好きっていうことに注げちゃうわけなんですね。なるほど。だから面白いと。この人間普通はそうはならないのにこの人だけは 100% の力で好きなんですっていうことだけで行動してくるっていう、うん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 、その面白さなんだったっていうことに気づいたそうなんですね、うんうん、だからなんだと言われても困るんですけど、だからなんだ、この映画おすすめです終わり。他にもおすすめしたい映画ございますけれどもまずはこの映画をご覧になってみてはいかがでしょうか。なるほど。配信でご覧になれるだろうと思います。見たら気持ちが楽になりますか。面白い会話劇とかですねが好きな人とかですね、はい、あのぜひ見てください。はい、お願いします。失礼しました。じゃあ、アミさん2つ目のお悩みお願いします。はい、海の男さんからいただきました、はい、最近は気にしていませんが二重人格です待って待って急に本気のやつじゃないですよ ね多分。小さい頃は結構気にしてました。自分真面目な部分と不真面目な部分があります。今ではむしろシティハンターのサイバリョー、サイバリョー、ルパン、暴れん坊将軍みたいに、うん、いつもはおちゃらけてるけど困っている人がいたら超実力発揮して悪者をやっつけちゃうみたいな人かっこいいと思ってそうなりたいと思ってます、これってギャップ萌えですか。いつもより真面目な人間よりもかっこよくないですか。いつも真面目な人間よりも、あ、ここからが本題だった最近ラジオ番組かっこミュージロクで鍛えておちゃらけた部分を意識して出すようにしたら一部女子かっこマネージャーから惹かれちゃってます、あまり自分を変えるつもりはないですがアドバイスお願いしますあとアミちゃんはこの3人どう思いますか、サイバリョー、ルパン、暴れん坊将軍ということでね、あんまわかんないですよね、うん、あ、そうですか。そう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 。これちなみにですねこの、B 面が公開される前の日かな、はい、9月8日金曜日から、うん、シティハンター劇場版、エンジェルダストだったかなが新作が公開ということでちょうどなりますので、はい、楽しみですね。楽しみですね、はい、ということで、はい、アミさんあまりわからなかったよくわかんないですまあこのシティハンターサイバリョーはもうとんでもない腕利きスナイパーで、警察とかではあの解決できない依頼人の依頼をですね、うん、受け取ってまあ悪を退治するわけなんですけども、うん、普段はもうなんか下ネタバンバン言って飛び跳ねてるようなあのおちゃらけキャラでございますね、うんうんうん、はい、まあ、ルパンも、まあ、ルパン三世はご存知の通りというような感じでございまして、うん、まあそういうことでなんですかドン引きされているということらしいですねおちゃらけた部分をおちゃらけ方ですよね、はい、ね、これはどうしていいかって分かんないな、分かんないな。もうこの女性周りの女性にドン引きされているということで清々しいですけどもね、うん、そういう経験ありますか。うわ惹かれたなみたいな、あ、女子に惹かれたなみたいな。どうでしょう、そもそもついてこられてないっていうのはありますけど、ね、どういうこと惹かれる前に引くほどのあれもないからみたいな。なるほど、そんな関係性もない、はい、ないっていうのはありますけれどだからそのドン引きとかなんとかよくわかんないんだけど、なあ、まあこれね、なんか同性だったらあれですけど、うん、あと同い年ぐらいだったら全然、うん、なんかおちゃらけた部分出して惹かれちゃうようだったら別にその人合わないからいいやとか思うんですけど、うん、年齢差があるってなるとまた話が変わってきますよ ね、 ですね、感覚が全然違いますから。そうですよね、そう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 、うん、近づかない方がいいですかこれマネージャーってこれ何なんだ、これ仕事場ってことですかね。多分そうじゃないですか、一部女子かっこマネージャーって書いてある、うん、これはだからでもあれなんですよ、毎日職場であの顔を合わせてしまう関係にあるってことですよね、皆さんね。うん、その中での、惹かれてドン引き。ね、そうだよな。まあでも年が離れてると結構仲良くないとそういうこと言った時になんか、ああ、なんて言うんだろう、どういう反応していいか分かんないと思うんですよ。そうですよね。なんか年上の方が例えば自虐ネタとか言って
ってきた時にどういう反応したらいいか分かんなくて、確かに別に多分引いてるわけじゃなくて、なるほど、なんて返したら失礼じゃないんだろうって思ってるんだと思います。ちょっと関係が遠いとそうなっちゃいますよね。そうなんですよね、うん、難しくないですか、年上の方の自虐って。そうですね、そうですよねとも言えないし、いやそんなことないですよ、うん、もうなんか違そうだし、うん、ちょっとね、まあ、急にそのダジャレとか親父ギャグ言われてももうフリーズしちゃうかもしれないですよね。うん、突っ込めないし、どうしようみたいな。多分そういう感じなんじゃないですかね。あ、同い年ぐらいの方だったらおちゃらけた部分出してもいいと思うんですけど、うんうん、反応なんて返せばいいか分かんない。確かに、もうこれじゃあもうどうしようもないかな、ね、若い子からもめっちゃ相談受けます。そういうめっちゃ相談されるんですか。なんか上司からこういうなんかギャグみたいなこと言われて、なんて返せばいいですか、うん、みたいな。ああ、もうなんか凍えそうですね、この話は。そうそうそう、怖くなってきました、ね、なんか目配せとかしてくるんですよ、助けてみたいな、はあ、私に、はあ、怖くても寒いで私は全然気にせず突っ込むから、はあ、それで終わるっていう。ああ、そうなんですか。そうそうそう、怖いですね。どう過ごしていい。だからね、相手はその失礼に当たらないように言葉を考えて言わなきゃいけないから、うんうん、そこら辺も考えておちゃらけましょう。ああ、でももう引かれちゃったから引かれ済みっていうことだから。引かれ済み、そういう T シャツ着ま、今日はおちゃらけませんって書いてある T シャツ着て、もっとドン引きされるやつそれも触れんのめんどくさいな。もう死ねって思われるやつ本当思いますね。それぐらいもう引かれたらいいじゃないですか。引かれるだけ引かれてみるっていう。いやでもね、うん、いや年上のこういう上司の方とかはあんまりそういう部分出さない方が平和ですよね、はい、おっとっと、わかりました。じゃないですか。もうじゃあ、ね、檻の中で過ごさないと。やればやるほどマイナスになるしかないと思う、多分、うんうん、ずっとマイナスを生み続けてるわけですね。うん、いやわかんないですけどね、想像ですけど距離を保ちましょう。このあのおっしゃってることは分かりますよ。そのいつもずっと真面目な人間よりも、うん、なんかおちゃらけてふざけてんのにやるときはやるよ、決めるよみたいな、うん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 、仕事できるよみたいなのはかっこいいっすよね、うん、みたいなことはもうそらそうですよね。いやドン引きはしてないと思うんですよきっと。でもこれなんて答えたらいいか分かんないっていう、ただそれだけです。うん、ダメですかじゃあ。いやもうやっぱりもう突っ込んでいい、うんっていうのを分からせてほしい、うん、だからあのジャガメガネさんがいい例で、うん、いい例自分からジャガメガネって、はい、私はジャガイモですっていうことを宣言してくれてるから、はい、こちらもそのジャガイモっていうことをいじりやすいし、はい、そうこういうジャガメガネ宣言みたいなのをするというわけですよね。そう、あとあのミジロク芸人のチクタさんとか、はいはい、何年の何月何日からハゲてますっていうのを自分から言ってくれるとハゲっていうことを言っていいんだっていう、いじっていいんだなってことになりますよね。そう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 、だから一旦宣言をする。それだ、それですね。いじりどころをお示しして、はい、どうぞ来なさいという、そう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 、そういうことですね。そうですね、はい、はい、ごきげんようペタンペタンいやですよね。まあ、あでもなんか自分も反省しました。なんて返せばいいんだろうって思ってる時に相手はあ引かれちゃったなって思っちゃってるのかなと思って、うん、そこまで気にしてるんですか。気にしてないですけどまあでも向こうから見たらそうかと思って。あそうか、うん、うるりこ山崎亜美の週明け起こすぜ。はい、亜美さん、はい、メールをいただいております。ラジオネームうるかしさんからいただきました。アミさんにこのセリフを大魔王風に言ってほしいです。大魔王風に言ってほしい。このうるかしさんがあのくださったんですけど、これが何のことだか私には分かっておりませんでした、うん、私も分かんない。ハクション大魔王とかですかね。あ、それだとまた雰囲気全然変わってきますよハクション大魔王が分かんないんだよな呼ばれて飛び出てジャ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 。とにかく悪いそうならいいのか。なんかとにかくちょっと大魔王って検索してみたんですけど、うん、なんかよく分かんなかったんで、これはもうアミさんのイメージする大魔王としての言い方ですね。まあ、でも 大魔王なのに負けてるってことですよね。難しいな、まあ、いい感じ の、 あのリバーブはかけますんで。あ、分かりました。大魔王な感じに、うん、いきますか。はい、はい、お願いします。はあ、こんな私が負けるとは。おのれ、覚えておいて、覚えておいて。ありがとうございます。皆様今ですね、メールにはハハハハはなかったんですけども、はい、アミさんがあのくっつけてくれましたけども、あの大魔王はプライド高いと思うんで、
負けても笑うと思うんですよ、きっと。強がりの笑いを。強がりの話題。確かに。あ、いいですね。これは、私が後編集でなるべくいい感じに仕上げたいと思っております。はい、お願いします。受けたまりました。正解がないのは辛いって。確かにね。正解をくれ。モデルがない。そう、モデルがない。ちょっと、このうるかしさん、なんか、実はこれを指してましたっていうのは、もしあったらメール、追いメールいただければと思います。はい、送ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、B 面の演、あ、俺だ。朝寝坊とかけました、うん、かけようとするから時間かかる。これ自分をねレベルアップして追い込む。水かけましょうか。結構だ。大丈夫ですか。思いつくかもしれないし。はい、シャワーはい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 、皆さん今回も潤っていただけましたでしょうか。じゃあ、じゃがメガネ、あれを超素早くお願いします。はい、ウルリコは最近 YouTube もやってます。全然早くないんだよな。最近 YouTube でも同時公開しているので、ポッドキャストとお好きな方で聞いてください。はい、そして、Instagram、Twitter だった X、そしてスレッズもやっております。はい。はい。フォローやチャンネル登録をしてくださいましたら、アミさんの朝寝坊にかけまして、はい。朝寝坊とかけまして、うん、じゃがメガネの頭と解く。はい、その心は。言い訳いらんねん。ああ、言い訳いらんねんと言い訳いらんねん。じゃがっちです。ああ、自虐だ。なんて言えばいいんだろう。自虐じゃねえし、全然髪の毛生えてると思いますよ。自虐じゃねえし。いや、大丈夫ですよ。最近生えてきたんですよ。生えるか。リアルに生えてきてた。やかましいわ。そんなことないですよ。続けますか。はい、ぜひぜひ登録お願いします。はい、では次回も聞いてください。お相手は山崎亜美とジャガメガネでした。今日もルールっとした一日をお過ごしください。バイバイ。